こんにちは、ゆうです。お久しぶりの柴犬丸ですね。はい、無課金非属性縛り柴犬丸やっていきましょう。はいはい、ということで今日はね、乱丸降臨に挑んでいきたいと思います。ちょっとね、ニューマークがついてないということは負けております。はい、スタミナも結構使ってこれがね、広告視聴ガチャで回復ガチャは広告視聴で回復できるんですけど、スタミナがね、次増えてたら負けたということです。はい、パーティーご紹介しましょう。はい、リーダーが3時ですね。3時、離脱遅延耐性つけて、スキル遅延2つ。で、ジュエルマの科学つけております。これはね、もう、ロマンです。ただの。はい。で、このサブのキャラも結構ロマンです。はい。で、ルフィに、究極のルフィに、完全毒耐性に、上限解放。で、スキル遅延2つ。で、僕のね、芝居の丸でおなじみのブレイズチェインですね。無効感と雲がつけれるっていうね。はい。もう、重宝しております。で、エース。で、エースに聴覚性無効感。で、エネルギー融合。エネルギー融合っていうのはね、これ、ウルトラマンジードの武器やったかな。はい。それをつけております。で、ドルキョンも漏れるし、はい。HP も漏れるし、ということで。はい。で、上限解放とスキルチェーン2つ。で、マルコですね、サブにマルコ。マルコに、イノセントメモリアルつけておりますね。で、スキルチェーン2つにドラゴンキラー3つ。ドラゴンキラー3つの理由はね、結構水のドラゴンが硬いんですよね。はい。で、ラクシュミですね。ラクシュミ、神バランスなんですけど、この、ウルトラマン、レオのね、武器をつけることによって、攻撃タイプを付与しております。で、聴覚性スキル。で、上限解放でございます。はい。で、フレンドさんの3時ですね。で、悪魔キラー3つにスキルチェーン2つ。で、これも、副属性比にするために、キングダムの武器つけてもらっております。それでは、挑戦する。はい。このラクシュミのね、先ほどお説明するのを忘れちゃったんですけど、スキルレベル1なの理由は、もっとね、後のターンでね、使いたいっていうので、ループがね、できる武器があればいいんですけど、そうじゃないんで僕、そのループができないんで、もっとその軽減とか張らないといけないダンジョンを、敵はもっと後に出てくるんで、で、その時のために軽減を継続させたいので、これは、ラクシミは置いておりますと。スキルレベル1にしておりますと。で、ここを3で変身させて、間にね、回復しちゃって、ほい。はい。はい。で、ここで、ゴムゴムの、これ使っちゃって、これだけで抜けるんですよ。で、回復。僕は2分割でっかも。これぐらいだって回復できるでしょ。はい。はい。で、次もね、先生ないんでね、経験張る必要はないんですよね。ぶっちゃけ。はい。で、ここで、流星をそばキック使ってあげて、で、無効貫通で、次から痛いダメージ来るよーって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、一旦目はね、耐えれるんですよ。一旦目はね、耐えれるんで、はい、OK。この次がね、厄介でね、耐えれないんですよね。で、ここで、軽減を張って、で、梨のつぶて、打って、回復力上げてあげて、で、3時使って、で、これ、属性吸収はね、もう耐えます。水のうちに一発で仕留めよう思っても無理なんで、もう本当にね、硬くて、ここはロック解除だけ頑張って。で、ここから軽減が効いてるんで、耐えれると。こっからね、軽減張りたいんですよね。
回復はしっかり4つゲージ。ほいほい。まあね、その、ラクシミがね、ループできるね、武器が、攻撃タイプ不要武器があればね、いいんですけど、僕持ってないんですよね、その、非属性でステータス漏れつつっていうのが。んでね、この、まあ、妥協編成と言いますか。こんな感じでやっております。はい。で、こっから攻める時ですね。はい。ここは。はい。こう光もね、結構、なんか火力ソースになってくれるんで。回復4つ消しだけしたんやけど、あー、無理やったか。あ、全然回復できてるやん。OK。OK、半分切ったら大丈夫。で、激減してくるんで、こっから 1.5 倍なんですよね。で、軽減がないと耐えられないという。で、もう無効感あるし、ルフィ使っとこうか。よし。あ、無効感覚めてない。これで。ちょっとね、火温存気味で。コンボスはね、ルフィ使ってるんで耐えれるんで。はいはいはい。オッケー。はい、次3。ここがね、無効貫通、なかなかね、ドロップが用意できないんで。今回はたまたまありますね。まあ、それも見越してね、もうギリギリまで軽減を張りたくないんですよね。OK。はい、次で。痛いなぁ。相変わらず痛いなぁ。はい。で、ここはもう耐えるだけと。高攻撃でね、ドロップの消費量は最小限に抑えて、はい。この感じで。回復だけしっかりしてあげて、はい。暗闇は効かないと。で、ドロップがあったのと、1234567891ありますね。よし、じゃあ行きましょうか。回復4つ消しだけこうか。あ、4つ消しになってない。まあ回復できるでしょ。はい。で、このターンまでに2ターン残しとくね。いいんですよね。で、ここで火が消せないしてくるんで、で、マルコ使ってあげて、で、サンジ使ってあげて、ルフィ使うとね、ありすぎるんで、ここはワンパンできないんで、悪魔タイプのね、キャラが結構いるんで。で、回復も、マルコが上げてくれるんで大丈夫ということで、はい。10コンボはしっかり組まないといかない。 OK。 で、そういう時にまあルフィの番ですよね。で、ここで次ね、状況確認、ちょっと待って、スキル確認、このエネルギーの融合っていうのが3ターンなんでダメージを吸収無効化、1ターンの間で受けるダメージを無効化、3コンボ加算ってあるんですけど、ごめんなさい、次やった。はい、ここ無効貫通組んでいきましょう。はい。はい、ボス。
で無効貫通組んできて吸収、はい、ここは耐えれると。でここでもうこれ使っちゃいます、エネルギーの融合。ここでこのターン以内に倒すと。悪魔なんでね、悪魔キラーもうガンブリなんで結構列でも削れちゃったりします。コンボだけしっかり、回復だけ4つ消ししっかりして、はいはい、ほら。で次はダメージ食らわないんで下げられちゃうんですけど、でクライムは効かない。で交換つくめる数はあるということで、ないか、12345677個か。 OKOKOK。 じゃあこの回復じゃなくてデバフかかってないねやつだけで組んであげましょう。はいはい、これでクリアですね。はい、お疲れ様でした。よし、はい、ランマルくんゲット。はい、でもうガチャも引いていきましょうか。はい、クリア報酬ガン一切記念ガンフォーコラボガチャ大役だすい。いやマジで、いやーこれもうめっちゃ苦労したやつなの、アスラ。いやー、スキン。これクリア報酬渋いっすよね。俺ガチャと一緒にしてほしい。で、まあ、ガンホーにね、ガンホークラブには、もう、非属性芝居にとってはね、欠かせないキャラがいるわけですよ。まあ、このね、アルケミストなんですけども、これがめちゃくちゃ強いんですよね。はい。これを狙って、はい、まあ、宝石も使って、3回引いていきたいと思います。で、ユーザー情報、購入履歴、ライブ21個です。はい。まあ、出ると思って引いてます。頼む、頼む、ダイヤ見せてくれ。よし、よし、ここからよ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 。ちょっとルドラか、その非属性やけど。いや、2体目作るか、武器を作ろうか。よし、とりあえず、とりあえず、ダイヤ出た。はい、もう一回。じゃ、交換できひんからね、交換できひんからね。あー、銀。いやー、なんか、ファイナルファンタジーのボスみたいですよね、なんか、アモン。はい。それでは、ラスト、お願いします。ダイヤ。うわー、もう、散々。はい。それでは、結果見ていきましょう。はい、こんな感じですね。先ほど、10チャレンジやったのがバレる。はい。はい、こんな感じです。あー、ガンホーにはもうこれ以上一生終わらんかなー。そんな感じです。はい、それではここまで、ちょっと長い動画になりましたが見ていただいてありがとうございました。ぜひね、この動画良かったよという方いらっしゃったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あとね、メンバーシップの90円でやっております。いろいろね、僕のなんか思ってることとか結構ね、ブラックなとこ結構その穏やかに見えるじゃないですか。そのブラックな一面とか見えたりするんで、そういうとこが見たい方は90円で入れますんで、よろしくお願いします。それではね、また次回お会いしましょう。バイバイ。